あとですね、チェックしていただきたいポイントはこちら、ペダルの本数ですね。この場合は3本ペダルありますけども、3本ペダルなのか2本ペダルなのか、これによっても全然対応が変わってきます。やっぱ2本ペダルってね、ちょっと古いんで値段がつきにくい傾向にありますが、最近は結構つきますのでね、2本ペダルの方でも言っていただければと思います。あと忘れちゃいけないのがこれ、色です。黒か木目か、これによってもやっぱり値段が変わってくるんですよね。そういうのも結構大事だったりします。前半戦でお伝えしました楽器の種類ですね、アップライトかグランドか、あとメーカー名、品番、製造番号、あとペダルの本数、ここがまあ基本的なことなんですけども、最近のピアノ事情として忘れてはいけないのがですね、中に機械が入ってるか入ってないかっていうのが結構大事なんです。今言った消音の機械が入ってたりとか、自動演奏が入ってたりとか、そういうのが入っているとちょっと査定が下がったりしますので、そこは要注意なんですね。で、なんでこれ査定下がるかと言いますと、単純な話なんですけど、ピアノってね、めちゃめちゃ長持ちするんですよ。ちゃんと手入れすれば100年持つっていうふうに言われています。機械って何年持ちますかね。ご自宅のテレビとか冷蔵庫とか考えていただければ分かると思うんですけど、やっぱまあ10年、まあ、15年とかそんなもんかなと思うんですよ。なので機械が入っているピアノっていうのはちょっとその分リスクが高いです。まあ、便利っちゃ便利なんですけども、どうしてもお値段が低めになっちゃったりしますので、そこら辺は要注意でございます。あともう一個結構大事なんです、今置かれてる環境ですね。例えば一戸建ての1階にあるのか2階にあるのか、マンションのエレベーターが止まらない階にあるのか、エレベーターが止まる階にあるのか、そこら辺によって移動料っていうのがどうしてもかかっちゃうんですよね、ピアノの場合。から例えば10万円で買い取りをしますってなっても、移動料で1万円なのか2万円なのか3万円なのかによってお渡しできる金額が変わってくるじゃないですか。だからそこってすごい大事なので、必ずお伺いするようにしています。で、まあ今のお家の事情から言うと、例えばその道から玄関までね、階段が10段ありますとかあったら、もうこれ2階扱いになっちゃうんですよ。そういうのって無駄にお金かかっちゃったりするので、後からってびっくりしないように事前に確認させていただくようにします。そこら辺はまたちょっとメモっといていただくとね、助かりますので、ぜひぜひ、確認いただければと思います。まあ、いろんな業者さんピアノの買い取りしてますけども、平瀬楽器でも買い取りバンバンしておりますので、ぜひお近くの方、まあお近くじゃなくても全然結構ですけども、ぜひお声をおかけいただければと思います。というわけで、ピアノの、まあ、下取りですね、販売の仕方についてチェックしていただきたいポイントをいくつかお伝えしました。ご参考にしていただければ幸いです。はい、というわけで今日の動画いかがでしたでしょうか。チャンネル登録、コメント、高評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。